よー、入った使ってミニチュアおでんスライス作りに挑戦していきたいと思います。まずこちらがにゃんこマート3のどうしても欲しかったガチャガチャ、にゃんこおでんセットのおでん鍋と受け皿お玉です。これがねもう本当に欲しくてかなり散財しました。でこちらのおでん鍋にはにゃんぺん、もちきん、卵、ちくわの4種類のパーツが付いてます。でその他にもにゃんこレジ袋セットにこのおでんに使えるおでんカップが付いてました。でこちらにも大根とこんにゃくのパーツが付いてます。結構パーツはねあるんですよね。いつもここからパーツを作るんですが今回は結構パーツがある、どうしようかな、粘土でね作ろうか迷ってるんですがこのパーツたちが溶けないのでお湯丸を使ってできるパーツは増やしていこうかなと思います。お湯丸だとスライムに浸しておいても大丈夫ですよね。でおでんの汁は今回この中ではスライムにせずにカップにこうよそった時にスライムにしようかなって思います。まずは洗濯のりを鍋に入れていきます。4つできますね。ただあんまり入れすぎるとパーツを入れた時にこう溢れちゃうといけないのでこのくらいかな。のりが入りました。食用色素のオレンジで着色していきます。おでんの汁はちょっとオレンジのような黄色っぽい感じかな。ほんのりオレンジ色に今着色されてます。ちょっとまた違うな。少しだけ茶色い食用色素も混ぜます。次はお湯丸や色プラを使ってパーツを作っていきたいと思います。こちらの3色を使ってウインナーを作っていきたいと思います。まずはこちらの粘土をお湯で柔らかくして3色を混ぜて色を作っていきます。このような感じになってます。赤とね茶色を多めにしてます。小さかなりちっちゃい。おっとっとっと落ちてしまう。どうでしょう、めっちゃちっちゃいですかなり小さい。でこの後もう一回お湯の中で温めて今もちょっと硬いのでここら辺にね線をつけようと思います。はい、ウインナーの完成です。続きましてこちらの4色を使って大根を作っていきたいと思います。大根はもともとここに2つもねあるんですがちょっと透明感のある大根を作ってみようかなと思います。味が染み込んだおでんに、おでんじゃない向かい味が染み込んだ大根の色にしてみました。これをこの大根のシワを線っていうんですかつけていきます。結構早く硬くなってきてしまうのでそういう時はまたすぐにマグカップの中に入れて温めてつけると、このひと手間がリアルに見えます。適当にこうランダムにこうついてるとそれだけでちょっとね
変わってきます。大根の完成です。カッターでつけたこの線がポイントです。黒と白の粘土を混ぜてこんにゃくを作っていきます。透明感を出すためにさらに透明のお湯丸を加えました。半透明みたいな感じになってます。三角に整えた後カッターで端をカットします。端っこが丸いのでよいしょ、このように尖らせます。少し大きめに三角形を作ることがポイントです。これだとおにぎりみたいなのでこれをカッターでカットします。卵はんぺん完成しました。5種類のパーツを作ってみました。ではこの中にできたパーツを入れていきたいと思います。どうしよう、こっちのパーツも今日作ってないものは使おうかな。このあたり、あとこのね、猫型の、うわっと、この猫型のはんぺんがね、かわいい。ランダムに入れようかな。うわぁ、やばい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 。おでん感が出るように、ちょっと考えて入れていかなきゃいけない。どうしようか。すーごい飛んだ。はんぺんってだいたい上に浮いてますよね。もうやばい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 。大根、あーすごいスピンした。卵が何入ってない、どこに入れようかな、ここに入れようかな。卵もこのあたりに入れて、それでは完成したおでんをこちらのカップに入れていきたいと思います。かわいい、これ、あ、猫だ、この中も猫だった。どうしようかな、やっぱ自分で作ったパーツが欲しいです。大根はお気に入りです。おっと、大根とやっぱ好きな卵と、あ、ウインナーか。どうしよう、取れない。でもはんぺんも好きだからこのにゃんこのはんぺんをもらおうかな。にゃんぺん一回一回この動いちゃうで、汁もね入れないと、汁入れないと、卵取れない取れないよ。いいや、2個買おう、大根2個買います。取れないんで、このこんにゃくも気に入ってるのでこんにゃくもちょっと欲しいな。よいしょ、救出しました。よー、きた、入ったー。で、汁汁すごい、これ本当はこうすくうんですよね、右利き用だから。私ね、左利きなんですよ、やりにくい。すくえました、よっしゃ。ここから、そっか、放射水はからしとかにすればよかったかな。ね、ちょっと普通に入れます、今回はね、放射水。お箸で混ぜます。うおなってる、スライムになってます。やったー、頑張ってよかった。結構このお湯丸色プラですね、この子がね大変で、すぐにね冷めちゃうので粘土がねすぐ硬くなっちゃうんですよね。なったぞ、スライムに。すごいすごい、しっかりとかき混ぜます。今作ったスライム、このような感じになってます。スープの色も、うん、いいと思います。これで蓋をして、あ、逆だった、蓋をして
いやー、やっとやりたいことが実現して今回は嬉しかったです。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、すべての通知を受け取りに設定していただくと最新動画の通知が毎日届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。